付き合ってくれてありがとうな。はい。これからいろいろ迷惑かけると思うが、よろしく頼む。はい。はい。よろしくお願いします。ああ、そうそう、申し遅れた。うん。俺の名前は古道だ。はい。県警の古道。うんちゃんの名前は？鈴木や、鈴木。キリュウ。いや、鈴木と言います。鈴木ミノルや。あんたのレースバトルを邪魔しないように、警察には俺から言っておくから安心してくれ。それじゃ、頼んだよ、鈴木さん。はい。デビルキラーとのレースバトルか、まあ、読まれへんかってん。ただいま戻りました。はい。ああ、鈴木さん。和田サンバ送ってもらって悪かったね。今日はどげんやった？お客さん着いたね。いえ。それが、デビルキラー。デビルキラーという連中に絡まれました。どうされましたか？ああ、いや、なんでんだか。知ってねえの、デビルキラーのこと。デビルキラー？あの暴走族みたいな連中のことですよね。ええ。彼らにレースバトルを申し込まれまして。レースバトルを？まったく、こんな素人相手にバトルを申し込むなんて、奴らには走り屋としてのプライドがないのかよ。ないね。それでどうなったんです？勝ったよ。勝ちました。デビルキラーに？うん。ええ。そして県警の古道という方からデビルキラーをレースバトルで倒してほしいと言われました。うん。レースバトルで倒すことがあいつらを潰す最善の方法だと。そんなことって。そうね。うん。鈴木さん、事情は分かったわい。その古道さんいう人には俺の方から確認ばしておけ。うん。社長、すみません。面倒なことに巻き込まれてしまいまして、ご迷惑ですよね。迷惑だなんてそげんことなかよ。鈴木さんが悪いわけやなかっちゃけ、謝らんといて。悪かとはデビルキラーなんやけん。デビルキラー、うん、社長どうなんしたん？悪い悪い。とりあえず鈴木さん、今日はお疲れ様。いろいろあったけん上がってもらって大丈夫ばい。もしまだ仕事ばしたかとやったら、ジムの平川さんに声ばかけてみて、うん、利用依頼が来とうと思うけん。何？わかりました。それじゃよろしくね。はいはい。なんやろ。おー、ヒートゲージ、オッケーオッケー。おー、いいね。あー、いいね。はい、仕事したかったらこいつに喋れって言ってたけど、仕事したくないんで。あれ、帰られへんのか。ねえねえ、鈴木さん。はい、なんでしょう。帰ってきたばかりのとこ悪いんだけど。あ、依頼来てるのよ。なあ、他の人にもちょっと手が回らないみたいだから申し訳ないけど、鈴木さんにお願いしたいの。はい、わかりました。あー、行きたくないね、俺。早くね、本編進めたいんですよ。まあ、これが本編かどうかわからないんですけどね。よかった、ありがとう。今すぐ行ける。お客さん急ぎでもないみたいだから、少し休憩してからでもいいけど、今すぐ行きます。後で行きます。どっちや、今すぐ行った行かなあかんのかな。後で行きますにしたろうか。後で行きます。少し休んでからでもいいですか？もちろんよ。準備ができたら私に声をかけてちょうだい。はい、バックれます。早く人を殴りたい。ちょっと物語が進まないんで、やっぱりちょっとあっち行かなあかんみたいですね。ちょっと戻ります。はいはい、ごめんな、仕事するわ。はい、鈴木屋で休憩すんだよ。お仕事に行ける。はい、向かいます。はい、仕事に向かいます。お願いね。あ、場所は寝て。もう行ってる。お待たせいたしました。はい。いやー、来てもらっちゃってごめんなさいね。はい。ここら辺は全然わかんないもんで、
標準語やん。あ、僕達也って言って、はい、シェフやってんですよ、うん、テレビとかにも出てんですけど知りません？知らん。すみません、あまりテレビは見ないもの。俺も見えへんなあんまりですよね、テレビとか見なさそうな感じですよね、うん、ね、なんかここら辺で美味しいお店教えてほしいんですけど、なるべく雑誌とかテレビとかに紹介されてないとこがいいな。どこやろう。美味しい店ですか、うん、期待に応えられる店はあんまり知らないが、中島社長に。わかりました、読ませろよ。出します。はい、よろしくお願いします。はい、ここや。知らんけど食え食え。ここです。はい。へえ、水炊きの店ですか。店構え雰囲気ありますね。さてと、それじゃあ行きますか。はい。え、私もですか。わいもや。当然でしょう。もし一人で行って微妙だったら困るじゃないですか。はあ。いらっしゃいませ。ご注文お決まりですか。一番のおすすめは何ですか。おすすめは一番人気の水炊きでございます。うん、なるほどね。じゃあそれください。かしこまりました。お待たせいたしました、水炊きでございます。へえ、結構家庭料理っぽい感じなんだね。それじゃあいただきます。どうなん、うまいの。おいしい。あ、うまいんや。これおいしいね。いや、正直ちょっと感動しました。お、最初ちょっとね、嫌な予感がしてたんだよね。なんかご当地料理ですって言ってどこでも食べれる水炊き出てくるんじゃないかっていや、もう待って、全く違う。鶏のいいお出汁出てるけど、ほとんど臭みがなくって、いろいろ丁寧に作ってるんだなって感じるよね。これはね、参りました。ありがとうございます。料理長も喜びます。運転手さん、いい店教えてくれてありがとう。おう。はあ、気に入ってもらえたならよかったです。いや、美味しかった。運転さん、結構グルメなんですね。それで。いえ、普段は食事は簡単に済ませてしまうので、うん、俺もめっちゃ簡単やな。そうなの。そんなのもったいないですよ。料理って不思議な力があると思うんですよ、うん、食べた人が笑ったり喜んだり幸せになれるんです。うん、僕自身シェフやってますけど、作り手の思い以上に料理には何かがあるって思ってるんですよ。お腹いっぱいになったら基本的に何でも一緒やけどな。普段の食事がいろんな力になるんです、うん、これってすごく素敵だと思いませんか。そうですか。何食うてもお腹いっぱいになったら一緒やって。うーん、あんまり伝わらないかな。あ、そうだ。何や。僕まだこの街いろいろと食べ歩きする予定なんで、暇な時に声かけてくださいよ。美味しいものを楽しく食べると、いろいろといいことがあるのを教えてあげますから。はい。はあ、また機会があれば。あればな。期待して待ってますから来てくださいよ。はい。それじゃあ。はい、食事能力強化。はいはいはい。達也。はいはいはい。はい、さて会社に戻るとするか。今日こいつお前仕事してないやろ。ほとんど客乗せたんか。乗せてないやろ全然。仕事せえよ仕事。何。鈴木太一さんですね。はい。
少々お聞きしたいことがありまして。何やもうヤクザみたいなやつ。お時間いただけないでしょうか。ないです。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。あんねん夜も。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない。おお。いろいろやることがあるんだ。お、何やこいつ。お前やる気かお前。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。おお、バレてるやん。バレてますやん。何？ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。誰このヤクザ。こっちのやつ、組織のやつら。会社にも迷惑やからね、こんなやつらおったら。おかわいとこなるんかな。何やお前ら。ほんで、お、何の用だ。うん、すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東城会の大門担がせてもらってる人間です。今回道島会長の福岡訪問にあたり、うん、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。森永さんよ。横にいるのは私の弟分の愛蔵です。愛蔵。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。何一体。堂島会長の行方です。知らんかな。行方。ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。うん、交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。お姉ちゃんおる店はおんねんやろ。どうせ堂島会長が面会終了後単独で行動して、うん、タクシーに乗り込んだところまでは分かっています。うん、その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。うん、湧いちゃうでけど。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、うん、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。桐生がやったと思われた。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うためここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。うん、ついさっきまでね。何、まさかその運転手が東城会の四代目桐生一馬さんだったとは。正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、やるんか。堂島会長の行方何かご存知ではないですか。知らんわ。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。うん、本当なんですね。お前。ああ、俺どんぞタバコ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか桐生さん。何お前、本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか。見捨てたって。見捨てる。そうです。東城会は今大きな選択を迫られています。うん、福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪の場合。なんなん
そんな状況だというのになんでそんなに冷静でいられるんですか。ワイには関係ないからや。そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか。何事とんのお前。あいぞしばけきるやつ。自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直四代目がどういう人だったのかも分かりません。うん。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。愛蔵、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。うん。山笠組と東条会は格が違う。五部の杯なんかありえないと。うん。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや俺は本当に知らないんだ。知らんねえ、ほんまに知らんねえ。あんたそれでも男か。これは芝かな。堂島会長は友達じゃねえのか。これはちょっと芝かなと思うね。事情があるんだか知らねえが。行ってまい。どうしてそこまで白切り通すんだよ。切れろ。はいぞ。行け。許す。その手を離せ。離せと言ってるだろ。これはもう喧嘩やねこいつ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。はい、そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。ん、今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。これ舐めとんなほんまに。あなたが東条会の4代目だというならどんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。おですがあくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。あかんやんか、もう肩に手出したら。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。こいつらほんま芝かな。肩に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。うん。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。ヤクザみたいな顔してもんな、ほんまに。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。うん。覚悟してください。おお、言ったるわ。行きます。ザコ。全力で行かせてもらいます。このザコはちょっと芝かんだかんな。森永と相沢。お前ら武器あるか。回復ある。回復あんのはいいんだけどさ。ちょっと。おっしゃあった。もう舐めんなよこれお前ら。離せこれ。殴んな下手や。まだ向こうにベンチあったね。ちょっと待って。この雑魚がお前調子乗りやがってお前。俺ら。おい。こいつ掴んできよんな。おいよ。よいしょ。いやラグビーでもやってたんかお前。おい決めてろ。おいこれ雑魚しばかんとあかんわ。ゴミにはゴミじゃ。おいよいしょ。はい、スタンしろ。いいね。こんなん別にいいね。貸す。ちょっと待っとけよ。ブレーなやつね、ほんまに。待て、こいつ。よいしょ。はい、極めてろ。よいしょ。森永さんに何
QT 話せ。正気、何正気。はい、連打スウェイ、スウェイかダッキングや、やっぱり。あ、いいえ、なめんなよ。ここに残ってんの、これどこで。ゴミにはゴミです。あ、いいえ、おいえ、ゴミにはゴミ箱が似合うわ、ほんまに。はい、おいおい、わいは知らん、何も知らん。修行したか、お前ら。待ってください、四代目。俺が知っていることは全て話した。うん、それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。そうや、なんか事件に巻き込まれるんかな、キリュウ。今日はもう帰るか。帰るって言われても、どこに帰るのかな。電話や。何？はい、平川さん。じゃあ平川、鈴木さん、平川だけど、今大丈夫かしら。お疲れ様です。どうしました？記載の忘れてたけど、今日のうちに連絡していこうと思って。あのね、うちの会社今度地域貢献活動の一環でゴミ拾いをやることになったのよ。ゴミ拾いですか？またどうして？うちの話じゃないんだけど、運転手の中には結構マナーの悪い人がいるのよ。休憩中に出たゴミを、ま、窓から捨てちゃったり、それが街全体の問題になっててね。このままじゃタクシー全体の印象が悪くなりかねないって。それでイメージ回復の手段としてゴミ拾いを。そうなの？なんかマッチポンプだけどね。で、悪いんだけど、鈴木さんも街でゴミを見かけたらなるべく拾うようにしてもらえる？いっぱい拾った人にはご褒美を出すって社長が言ってたから、意外とみんな張り切ってるわよ。わかりました。私もやれる範囲でやってみます。よろしくね。今日はもう上がりかしら。ええ、では失礼します。お疲れ様。はいはい、あ、ゴミ、あ、多分拾うことはねないと思います。はいはいはい、どこに行ったらいいんですか。矢印出てるから会社か家かな。はい、中洲やろ、ここ絶対。あ、中洲がモデルだ。喧嘩はね絶対嫌なんで自分はしないです。だるい。どこやろ、会社に帰るんかな、家かな。なんかね、中洲行ったことある人がこういう左に見える川みたいなのがあるって言ってたんですよ。これあれかな、ソフトバンクのあのドームは見えへんのかな、こっから。あっ、こは中洲なの。ちょ、あんま地理的にね詳しくなくて、自分あっち行ったことがないんで。はい、会社か、ここ曲がったところって。はい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 、 OK。 んどこどこ、ここ、んんんんん、あ、会社、あ、家か。姉ちゃんおるんかな。イチャイチャしろよ、お前ら。はい、この時間やったらおれへんか。はい、まあいいや。お、少しは今日はもう寝るか。寝る。はいはい。